こんにちは。今日は、大人女性に似合うスタイルをちょっとやっていきます。ショートじゃなくて、肩から鎖骨ぐらいまでのちょっとこう中間の長さ、ミディアムぐらいですね、をやっていこうかなと思いますので、で結構この動画最後まで見ていただけたら、大人女性の、ミディアムぐらいの長さは対応できると思いますので、長めだったりショートだったりは結構簡単だと思うので、肩ぐらいをちょっとやっていきます。あとセミナー結構呼んでいただいて、結構年内埋まってしまったので、また来年募集してますので、ぜひ皆さんさんは僕教えに行きますので、またよろしくお願いします。では早速やっていきます。結構大人女性で切っていいですって言われたら、大体鎖骨か肩上かショートボブの3つなんですけど、肩上まで切っていいって言われたら、最初に提案するのが肩上ワンレーンですね。顎下肩上のワンレーンを提案して、そこからもうちょっと切りたい場合はショートボブ行くんですけど、ショートボブ、あとは前下がりボブまで行くと結構年齢が高くなる感じがあるので、ちょっとこうあまりこうおばさんっぽくならない大人女性っぽい感じが良かったら、あまりこう前下がり感を強くしないで、こうシルエットもこう下から上に持ち上がっていくようなシルエット作っちゃうと、結構すごい年上な感じが出ちゃうので、今日はちょっとそこまでいかないぐらいな感じでちょっと作っていきます。まずイヤツイヤですね。アウトラインまっすぐでいきます。前下がりボブの表面甘めな感じで作ります。ちょっとこの長さがそんなにないんですけど、ちょっと切ります。今日は上げずにまっすぐでいきます。そしたらこのまま押さえていきます。サイドを切るときに、ちょっとでもやっぱまっすぐあまり切っちゃうと、ブローしたときにサイド上がってしまいやすくなっちゃうので、気持ち、耳の前がですね、ここまでは、若干下げ気味。で、ここから前ですね。ここから前をまっすぐ切るような感じに仕上げると、こう顔周り切っても上がってる感じで見えなくなるので、ちょっと今日こします。で、こめかみですね。結構下から切ってしまうとやっぱり顔が結構上がっちゃうので、こめかみ少し削る程度でいきます。ちょっとあまり長さ切れないんですけど、45度ですね。45度でパネルに対して垂直、なるべく長さを残し気味でいきます。で、逆です。耳前ですね。で、耳から前はまっすぐ。で、こめかみ45で、パネルに対して垂直ですね。で、今日センターパートでいきます。センターパート真ん中まで。こんな感じですね。そしたらトップです。で、トップレイヤー入れるときには、若干引き気味、こう前に倒したりするとこれ上に長さが残っちゃうので、前ではなく、気持ち引き気味、90度よりかちょっと引き気味なぐらいですね。
ここもトップあまり短くなるとやっぱり前下がりのレイヤーがすごい強くなっちゃうので、まあそこまでいかないぐらいですね。で長さを整えます。で分け目を入れます。そしたら、レイヤーグラグラでつなぎます。まずレイヤーですね。で下グラ90度フォーミングで切り口を45でいきます。で逆です。でトップレイヤー入れるときにも、まあ、若干引き気味ですね。オンベースよりか気持ち引き気味で、で下グラ そしたらバックに行きます。でまずはレイヤーのガイド、3箇所ですね、3箇所で、そしたらバックもレイヤーグラグラですね。放射状に分けて今切ったレイヤーのガイドを目安にレイヤーで下グラです。90度ですね。90度フォーミングで切り口を45、上で切ったレイヤーですね。レイヤーを見ながらで反対側いきます。で下グラでいきます。あと一番下もグラですね。この90度ですね。90度で入れたい。アウトラインまでしっかり持ったら、ここから上で切ったグラを見ながらグラデーションの角度でカットします。そうですね。ですね、アウトラインまっすぐなものに対して、まあ、やや長めで前下がりのレイヤーを乗っけるような感じですね。結構前下がり感強いと、さっきも言いましたがおばちゃんっぽくなっちゃうんですけど、前下がりってすごいこう大人な雰囲気出しやすいスタイルなので、今日はこんな感じにしてみました。ちょっと一回これでブローしてみます。ちょっとブローしてみました。こんな感じです。今日は前下がりのレイヤーを、前下がり気味ですね。前下がり気味のレイヤーを入れたので、こう前から見たときに、こういう感じのシルエットになります。これ、前に倒すと、トップ、ここですね。頭頂部に長さが残ることによって、さっきの前下がりのこういうシルエットから、逆ですね。こういうシルエットになる感じですね。アウトラインは変わらないんだけど、表面の長さ、表面の切り方ですね、表面のレイヤーを変えるだけでも見え方が変わってくるので、こう作りたいのかこう作りたいのかによってもアウトラインの上がり具合とトップを変えてあげるだけでそこもコントロールできるので、前下がりまっすぐなライン出して前下がり気味のレイヤーを入れるとやっぱ縦長感が強くなるので、縦長感が強い方が、まあ、どちらかというと、まあ、シャープに見える。あとは同じ切り方でもここはちょっと上がってるだけでも丸みがつくので、まあ、ちょっと柔らかい印象になったりとか、そういう風にこう切り分けられるので、まあ、そこもお客様の要望と紙質とかを見ながら切ってあげると
いいのかなと思います。でちょっとドライカットをしていきます。基本重めでいいですね。重めで、溜まってる部分を取るぐらいですね。まず縦スライスで毛先のブラントで横に落としてから、中間毛先の厚みを合わせます。そしてから一番下ですね。一番下からやっちゃうとどん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 軽くなっちゃうので、この上をある程度取ってからこう下を入れるような感じですね。そっちの方が綺麗にボコボコしなくなるので、そういう感じでやってあげるのがいいと思います。で上です。結構ワンレン、最初ワンレン提案するって言ったんですけど、ワンレン、顎下のワンレン僕すごい好きなんですよね。おしゃれな感じがして、結構幅広い年代に人気なんですけど、ワンレン、例えば長いのをワンレンに切った場合にお客様がおかっぱみたいっていう印象を受けたら、やっぱ段差を入れてあげないとそのおかっぱ感を絶対消せないので、そのお客様はそのワンレンとも好きじゃない、僕がおしゃれでいいと思っててもお客様好きじゃないので、そういう場合は今みたいにちょっとだけこう前下がりのレイヤーを入れて、グラなりレイヤーなりつないであげると、シルエットが変わることによって、そのおかっぱ感がなくなってくるので、やっぱそういう、対応も大事だと思うので、そのワンレンのまま押し切らずに、やっぱ途中でその変化を見て、変えた方がいいのかなと思って変えてあげるっていうのも、やっぱり大事ですね。で最後トップですね。トップ真上、これぐらいでいいと思います。であとはちょっとスタイリングして、スタイリング剤つけて、セットしてみます。ちょっとスタイリング剤つけてみました。こんな感じです。ちょっとシースルーバングがあったんですけど、ちょっとこう前髪作ったらあまりにもこう可愛くなっちゃったんで上げました。でこんな感じですね。ちょい韓国で、この顔側よりも、後ろの方がこう、若干短めっていうシルエットですかね。この辺がちっちゃくなって、高い位置にボリュームを出す。結構年齢が45から上ぐらいかなに行くと、上にボリュームを欲しがる方が結構多いので、そういう場合なんかにいいと思います。なんか本当にこう40超えてきて、あんまりこう下にボテって重さがあると溜まってる感じがやっぱすごいしあって、メリハリがない、そういう感じに見えちゃうので、やっぱり若干下の長さを変えなくても、こうやって表面のレイヤーの入れ方変えるだけで、これだけこうシルエットが変わってくれるので、あとはやっぱ最近だと40代、50代とかでも、ちょっとこう顔周りのこう切り方を変えてあげて、外ハネも人気なんですが、あえてこう内巻きにして、こう前髪幅をちょっと広く取って、で、このこめかみを流してあげるっていうのは、結構喜んでくれる方多いので、40代、50代とかでも結構やっぱ使えると思いますので、ぜひ参考に。あと、今時のスタイルを結構配信してますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。